皆さんこんにちは、整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は収納のプロが選ぶ2021年に注目の収納グッズ4選というテーマでお話していきたいと思います。このチャンネルでもですね、2020年にこう人気になった収納アイテムというのを様々紹介してきたんですけれども、まあ、さらにですね、こう来年に向けてこれは注目したいというアイテムも続々出てきてるんですよね。そこで今回の動画では2021年に私がこれは注目だというふうに思っている収納アイテム4選とその注目ポイントについてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また収納の具体的なお悩み相談ができる少人数制のオンラインワークショップもスタートしていますので、ぜひ概要欄の方をチェックしてみてください。では早速スタート。ではまず一つ目のアイテムはイオンホームコーディの積み重ねできる整理ボックスシリーズになります。あまりですね、こうイオンの収納ってイメージがない方が多いと思うんですけれども、実はですね、今このホームコーディというシリーズで生活用品というのがいろいろ出ていまして、それがですね非常に注目なんですよね。結構こう収納のプロ目線で見てもですね、これはやばいというような要素がたくさん詰まっているシリーズになります。でホームコーディのシリーズの中でも収納用品のラインナップというのはいろいろ出ているんですけれども、まあ、その中でもこの積み重ねできるですね、整理ボックスシリーズというのがですね、まあ、特に注目かなというふうに思っています。で実はですね、こちらこのトレータイプだけでもなんと8種類ものサイズが出てるんですね。で幅がですね、こちらの10センチと15センチタイプの2種類あります。でそしてそれぞれ奥行きが8センチ、16センチ、24センチ、32センチと4種類ずつありますので、まあ、非常にですね、こういろいろなサイズがあって、まあ、あらゆる収納場所に対応できるアイテムになっています。で例えばキッチンツール系であれば、まあ、一般的なお箸ですとかフォーク類はもちろん、長さのある菜箸ですとか、あとターナーも収納できます。また文具系もですね、ペンやハサミ、あとはその長さのある定規などの他にですね、幅15センチタイプの方には、まあ、ガムテープとか少しちょっと大きめな文具なども収納できます。さらにこのシリーズの驚くべきポイントはですね、このトレータイプだけではなくって、もう高さ12センチのボックスタイプというのも出てるんですね。でこのボックスタイプもトレータイプと同じようにですね、幅10センチと15センチそれぞれありまして、それぞれ奥行きもですね、トレータイプと同じ4サイズずつあります。ですからこのボックスタイプも計8種類ありますので、トレータイプとボックスタイプ合わせるとですね、全部で16種類ものサイズ展開になっています。これはですね、こう収納のプロ目線で見ても、個人的には相当テンションが上がりました。でボックスタイプはですね、まあ、洗面台下の小物などの収納にも便利ですので、その上にですね、トレータイプを重ねたりもできるので、様々な収納バリエーションが作れると思います。ちなみにホームコーディのシリーズでは、まあ、他にも冷蔵庫収納に便利な冷蔵庫整理トレイも、各サイズ展開しています。でさらにファイルボックスも縦型と横型それぞれ出ています。でファイルボックス同士をですね、連結させて持ち手付きボックスとして使える取っ手ですとか、あとはファイルボックスを重ねられる蓋なども12月に新たに登場しています。でホームコーディのシリーズはですね、まあ、イオンのお店の中でも取り扱い店が、まあ、一部のお店に限られているんですけれども、まあ、その取り扱い店がお近くにあればですね、ネットスーパーでも対応しているようです。さらに、まあ、お近くにお店がないという方もオンラインストアで購入可能ですので、まあ、かなりですね、個人的には注目したいシリーズかなというふうに思います。続いて2つ目のアイテムはこちらの 3COINS のコットン収納ボックスシリーズになります。最近ですね、まあ、3COINS さんが非常にこう収納用品に力を入れてるんですけれども、まあ、その中でもですね、このシリーズは正直こう控えめに言ってやばいシリーズだというふうに個人的に思っています。今まで、まあ、300円ショップとかでですね、よく見られたこう収納ボックス系というのは、まあ、こういった、まあ、ちょっとですね、こうボール紙みたいな素材のところに、まあ、こういった生地をですね、貼っているというタイプのボックスが多かったんですけれども、まあ、正直ちょっとですね、耐久性の面という部分では、まあ、劣るボックスだったかなというふうに思います。ただですね、まあ、こちらは非常に素材もしっかりしてて、こう内側のところもですね、こうちょっとツルツルしたですね、コーティングの素材になっています。無印良品からも、まあ、似たようなこういったソフトボックスが出てるんですけれども、まあ、そちらとですね、こう比較していただいてもあんまりこうクオリティに差がないようなアイテムになっていると思います。
むしろですね、こう 3COINS さんの方はこう、両端にもですね、こう持ち手がついてるんですけれども、無印の場合はこう片面ですね、まあ、片面で、まあ、この両方側についてるんですけれども、この、短辺の方でっていうんですかね、こちらの面にはついてなかったりするので、まあ、そういった部分を考えるとですね、こちらのボックスの方が、まあ、むしろ、優れてるかなというふうに思う部分もあります。お値段の面でもですね、こちらのボックスで税込み550円なので、無印の場合はですね、こちらで、1200円ぐらいのお値段になるので、だいぶですね、お値段に差があります。でこちらはですね、蓋付きのタイプというのも出てるんですけれども、蓋付きタイプも同じ550円なので、まあ、かなりですね、お値打ちかなというふうに思います。サイズ展開はですね、こちらのボックスの半分の高さのフラットタイプ、あとはこの真四角のですね、スクエアタイプというのも出ています。お値段はこちら550円で、こちらの2つはですね、330円になってるんですけれども、蓋ありも蓋なしも同じお値段になります。蓋ありの方ですと、まあ、カラーボックスなどにですね、収納するときにこう重ねて収納できるというポイントもあります。あとはこうやってですね、こう立てて収納するということもできますので、収納場所によっては、蓋ありの方が便利かなというふうにも思います。使用例としては大きいタイプでしたら、かさばるお子さんのおもちゃを入れていただいたり、あとはですね、厚みのあるニット類なども収納できます。またフラットタイプでしたら、まあ、お子さんのお洋服などを収納したりもできますし、あとはまあスクエアタイプですと、まあ、タオルであったりですとか、まあ、お子さんのぬいぐるみとか、いろいろなものが収納できます。今はですね、3COINS さんも公式のオンラインストアを開設していますので、お近くにお店がないという方は、ぜひオンラインストアの方をチェックしてみてはいかがでしょうか。続いて3つ目のアイテムはこちらのダイソーのワンキッチンシリーズになります。でこちらはですね、結構その SNS で話題になっていたアイテムなんですけれども、見た目が以前このチャンネルの動画でもご紹介した山崎実業さんのですね、タワーシリーズによく似ているということで話題になっていたんですね。でカラーはこちらのブラックの他にもホワイトの方も出ています。ラインナップなんですけれども、今私が手元に持っているこちらのフックタイプは4連、2連、シングル2個セットのタイプが出ています。その他にもラップホルダーですとか冷蔵庫小物収納、あとはマルチ収納棚、スパイス収納棚、さらにタオル収納フックも出ています。こちらのシリーズはですね、今非常に人気のようで、私が先日行ったお店はダイソーの大型店だったんですけれども、フックタイプしかですね、こう在庫がなくって、まあ、非常に人気なのかなというふうに思います。でマグネットで付けられるタイプはキッチンで、冷蔵庫に取り付けていただいたり、あとは、玄関のドアにマグネットが付くタイプでしたら、こういったところで小物を収納するときにも使えます。マグネット式以外のタイプですと、レンジフードに引っ掛けられるフックも出ています。とにかくですね、このおしゃれなデザインがこう100円で手に入るというのは、まあ本当に驚きですよね。これからですね、こうさらにこうラインナップが広がったら嬉しいなというふうに思います。続いて4つ目のアイテムはこちらの冷蔵庫ドアポケット用収納シリーズになります。この冷蔵庫のドアポケット用の収納シリーズというのは、以前から登場はしていてですね、我が家でもちょこちょこ使っていました。ただですね、これが最近結構ラインナップがですね、どんどん広がってきていて、見逃せなくなってるんですよね。まずは猪俣化学さんというメーカーさんから出ている各種シリーズになりますが、薬味チューブホルダーはですね、以前から人気がありまして、我が家でも冷蔵庫の中でですね、薬味を収納するのに使っています。またこちらの冷蔵庫ミニポケットも人気になっていまして、基本的には惣菜などについてくるですね、まあ、小さい薬味ですとか、まあ、調味料の収納用として売られているんですけれども、我が家では子どもの文具の消しゴムですとか、あとスタンプとかの収納用として使っています。さらにこう新たにですね、加わったラインナップというのがこちらのドアポケット用仕切りというものになります。こちらは倒れやすい調味料ですとか、あとは食品などを立てて収納したいときに便利ということで話題になりました。これも冷蔵庫用だけではなくて、文具の収納にも使うことができます。さらにですね、猪俣化学さんからだけではなくって、こちらの小久保工業所さんというメーカーさんからも最近ですね、こういったドアポケット用収納というのを見かけるようになりまして、さらにですね、かなり充実してきています。例えばですね、こちらの薬味チューブポケットは6本ですね、収納することができます。ですからチューブ調味料をですね、たくさん使い分けていらっしゃるというお宅には便利だと思います。あとはスタンプとかハンコとか、そういった小物を収納したい時にも使えます。さらにこちらのマヨケチャホルダーですけれども、マヨネーズやケチャップなどを逆さに立てて収納することができます。こういったですね、こうドアポケット用の収納シリーズというのは、もちろん冷蔵庫用に使っていただいてもいいんですけれども、それ以外にですね、こうどんな収納に応用できるかなということで考えるのも非常に楽しいアイテムかなというふうに思っています。
いかがでしたか？定番のですね、まあ、無印良品とかニトリだけではなくてですね、まあ、最近は様々なショップからこう注目の収納アイテムというのが出てきていますよね。2021年も暮らしに役立つ様々な収納用品を取り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。